はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は脳科学を交えた心理学のお話をしていきます。マルチタスクですね、についてお話をしていきましょう。まあ、よく言われるのが、若い人の方がマルチタスクに向いてんじゃねっていう話がよくあるんですよね。で、今日まずそこの話から入っていこうと思うんですけれども、はい、こんな感じですよね。で、スマホとか PC が世に出て、もう何ですかね、パソコンに関してはもう30年以上ですし、スマホに関してはここ10年というところですかね。で、まあ若い人中心に利用人数が増えてきていますよね。スマホの普及率なんかも、やっぱりお年寄りの方も含めてどんどん上がってきていると。で、今やもうそれらって、生活になくてはならない存在ですよね。で、その頃から使いこなすレベルの高い若者っていうのは、マルチタスクっていうのができてるんじゃねえのっていう説が出てき始めたんですよね。で、脳もそのマルチタスクができるように発達しているんじゃないかっていうことなんですね。じゃあ実際のところどうなんだっていうのを今日探っていく、そんなお話です。あ、マルチタスクっていうのは同時に複数のことをいろいろやるっていうことですね。例えば仕事でも、仕事で言うならば、商談をしながらメモを取って、でメモを取りながらメールを打ったり電話をしたりとか、まあ、商談しながら電話をするっていうのはおかしな話か。で、まあ、1日の中で商談をすることもあれば、なんか提案書、企画書を書いたりとかっていう複数のことを同時にこなすっていうようなことですね。はい。それって果たして人間できんのっていう話なんですけど、まあ、デジタルの機器に関して得意不得意の真実っていうのが実はあって、まあ、これっていうのは、まあ、実はまあ、僕も今20代ですけど、20代とか30代の年齢が若いからパソコンとかスマホが得意だっていうわけでは実はなかったっていう真実があるんですね。ね、20代ならマルチタスクが得意とかっていうデータもないし、そのデジタル機器を扱えるっていうデータもないと。若いから新しいことや変化に対して何でもできるというわけではないらしいんですね。はい。そもそも若い人が中年よりもIT 機器ね、先ほどのスマホとか PC を使っているわけでもないし、仮に若い人が PC やスマホを中年の方よりも使っていたとしても、じゃあそれができるからマルチタスクに優れているよねっていう話とはまた別なわけなんですよ。だから、若い人の方がマルチタスクに優れているですね、勘違いしている人間は中年世代の倍以上いると。だから僕みたいな20代の人たちっていうのは、中年の、まあ、40代50代の人たちよりもいろんなことできますって勘違いしている勘違い野郎が2倍以上いるっていうことなんですよ。ところが、まあ、結局、まあ、脳の仕組みが変わっているわけじゃないですよ。だからなんていうんですかね、道具を扱うレベルが高いっていうわけであって、別にそれで脳が優れているかっていうのは別の話なんですね。で、中年世代よりもデジタル機器を使う時間がそもそも長かったりとか、習得までのスピードが速いっていうだけで、中年世代の方の方が、まあ、肩が優れているものもあれば、それに関係する、まあ、さばきっていうのは若い世代よりも速いと。じゃあ、この、これ何言ってるか意味わかります?例えば、そうですね、まあ、僕らの世代で言うなら、じゃあ今からちょっとまあ一昔前に戻ってカセットテープとか、それからポケベルとかを使う世代の人たちと、じゃあポケベルを使うのを、まあ、早すどっちが先にメッセージ打てるかとかで勝負をしたら、僕ら絶対負けると思うんですよ。40代50代の人たちの方が早いと思うんですよね、記憶掘り起こして。ね、だそれぞれのさばきが早いから、じゃあそのさばきが早いことによってマルチタスクが早いかっていうと、そんな話ではないということなんですね。で、同じことっていうのは若い世代にも受けても言えますせっていうことなんですよ。はい。じゃあマルチタスクって一体どういうものなのっていうと、実はマルチタスクって飲酒運転してるくらい危険なものなんですよっていうことなんですね。脳は変わってないんですよ。何かっていうと、ほんの数十年の違いがあるだけで、世代ごとに脳の仕組みがマルチタスクに優れているとか、シングルタスクしかできませんっていう風になったというデータは全くないんですね。で、若くて脳の動きが活発だからマルチタスクができるんだっていう話は、まあ、そう思い込みたい気持ちはわかるんですけど、嘘っぱちなんですよ。ないんですよ、そんな事実。だからマルチタスクの危険性っていうのを改めて知っておかないといけないっていうことで、マルチタスクっていうのは結局いろんなことを中途半端に同時にしようとしているだけなんですよね。中途半端なんですよ。例えるなら、
ね、スマホを見ながら運転することですよね。まあ、同等に危険なのは飲酒運転ですよね。もうふらついてアクセルとブレーキが分かんなくなっているとかね。で、酔っ払って運転するのも、スマホ見ながら運転するのも、まあ、事故を起こす リスクを高めるものでしかないんですよ。はい。これが日常生活においても同じことが言えるわけなんですね。仕事や勉強も同じなんですよ。仕事をしながら、ごめんなさい。仕事ならメールしながら電話をしてしまうと、もうメールの文章は無茶苦茶になるし、電話越しの相手の話は十分に聞けてないから会話も成り立たないと、結局メールの送り先に対してとか電話の会話相手とかっていうのを怒らせてしまう結果になっちゃうよねっていうことですね。どっちも中途半端にやってると。で、数学を解きながら英語をリスニングするってね、まあ、英語を聞きながらやってると、まあ、ざわざわしてるんで、問題文が数学のね、例えば文章問題とかっていうのが頭に入ってこないから解けないんですよ、残念ながら。で、問題文を読むのにも必死になるから、今度は英語は耳に入ってこないと。で、勉強も結局中途半端になっちゃうってことなんですよね。じゃあ結論としては、脳ってね、いろんなことを記憶をしたりとか物事を判断したりとかっていろんなことができるんだけど、それができるっていうのは結局同時には1個のことまでなんですよっていうことなんですね。で、皆さんに突然ですがちょっと質問なんですけれども、あなたは前を見ながら後ろを見ることできます？で、下を見ながら上を見上げることってできます？って言ったら、まあ、できるのは影分身のできる、まあ、ナルトくらいじゃないかなって思うんですが、普通の人なら同時に別々の場所を見るって不可能ですよね。右見ながら左見るとかっていうのはできないんですよ。で、これっていうのは今皆さんが試していただいたのと同じようで、脳も実は同じなんですよ。皆さんが意識してないところで脳も同じ仕組みになってて、基本的には一つのことにしか処理する能力っていうのを使うことができないんですね。で、テクノロジーの進化で同時にいろいろなことができるようになったのは事実です。はい、スマホ一台でネットで調べたりとか、アプリで遊んだりとか、写真を撮ったりとかって、テクノロジーで物はいろんなことができるようになったんですよ。でも、それを人間が裁けるかどうかっていうのはまた別の話なんですよね。結局一つ一つのことを確実にこなしていく方が時間も早く終われるし、体も心も疲れなくて済むんですよね。ですから、そこの心身ともに疲れた迷える子羊室で閉まらない子羊の皆さんがですね、日々マルチタスクっていうのをやってないかどうかっていうのを見直していただけたらと思います。だから30分という時間の中でメールもやったり電話もやったり企画書も書いたりじゃなくて、30分はもうメールに集中するとか、30分は電話に集中するとかって、シングルタスクを例えば時間で区切るとか、電話を30分かけ切ったらメール返信返そうとかっていう風に、ある程度のやることの区切りをつけて、人間一つのことしかできないので、それをシングルタスクで落とし込んでやっていくっていうのを、ぜひ目指していただく方が心身ともに疲れなくて済みますよっていうことなんですね。だから特に若い人ほど何でもかんでもできるって思い込むんですけど、それはもう事実としてデータとしてもないことなので、勘違いをせずに、まあ、自覚した頃こそ、まあ、人生も勉強も仕事も制することができるようになりますので、シングルタスクで人生を制覇していってみてくださいというお話でございました。今日は脳科学をねちょっと混ぜた心理学のこともお話をさせていただきました。ということで、本日の動画以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。